ゴイチ、ポッドキャスト始まります。ゴイチさん、今日はどんなテーマでしょうかゴイチです。今回のテーマは、11月から始めよう。あなたも家庭菜園のマスターになれる。6つのコツを公開。最後までよろしくお願いいたします。今回の解説の前提です。まずですね、初心者向けということでよろしくお願いいたします。どんな方かというと、野菜のお値段が高いので、 野菜を作ってみたいと思っている方食育好き嫌いな子供になってほしくないこういうことでお子さんと一緒にですね野菜を作ってみたいという方新鮮な野菜を味わいたい旬の野菜はですね非常に美味しいですよねあとプランターから手始めに作ってみたいという方それから手軽な趣味でリフレッシュしたいこんな方々におすすめです加えてですね時間のない方向けとしても今回のポッドキャスト参考になるかなと思います あなたのライフスタイルに合わせて参考にしてみてください。そして場所とか気候についてなんですけど、本州の中間地と言われているところですね。ここ数年断頭になってきてまして、いろいろ変化してきてますね、気候の方がね。ですので、あなたの地域、気候に合わせた形でですね、工夫しながら栽培していただければいいかなと思います。特にですね、私が最近いろいろ手こずってるのが豆類ですね。この後もちょっと説明しますが、豆類については、 冬の間、管理がちょっと難しくなってきてるかなと思います。一方ですね、冬の間はですね、虫が非常に少なくなってですね、野菜を育てるのにもですね、意外と好都合です。えー、まず一つ目は、蚊がいませんなので、 外で作業していても、蚊に刺されるということがなくてですね、非常に快適です。で、次に青虫。モンシロチョウの幼虫の青虫。これもいなくなってくるので、非常に嬉しく感じます。本当にですね、葉っぱが食べられなくてですね、無農薬で。 育てることができますただですね、冬の間でもアブラムシとかヨトウムシというですね、幼虫。この被害はあります。冬の間、収穫したい野菜。これについて解説します。まずですね、11月初旬のまだ暖かい時期に種まきする。どんなものがあるかというと、 小松菜、チンゲン菜、春菊、ターサイ、水菜、ルッコラ、二十日大根。スーパーマーケットや八百屋であまり見かけないですね。ターサイなんかおすすめですね。あと、ルッコラなんかもあまり見かけないので、 こういうターサイルッコラなんかを育てるといいんじゃないかなと思いますが他の小松菜チンゲン菜なんかもね、えー、非常に簡単に栽培ができますのでぜひ作ってみてはいかがでしょうか20日大根なんかも簡単ですよね次ですで苗の定食種まきではなくて苗を定食する方法もありますキャベツとかブロッコリーなどを定食することはできます苗なんですけども初心者の方は種からね 自作して苗を作るということがあんまりできてないと思うので、ホームセンターで苗を買ってきてはいかがでしょうかいろんな苗が売ってます。それからですね、すでに家庭菜園をやられている方で、苗が余ってるっていう方は結構いると思うので、そういう友達を見つけたり作ったりしてですね、この友達に苗をもらうということも可能だと思います。というわけで、まずですね、ホームセンターに苗を見に行きましょう。ということで、あと、ちょっと大きめの JA とか、 農協ですね。あと、道の駅とかでも苗を売っていますので、 JA とか道の駅に行った時にですね、苗がないかなとちょっと覗いてみてください。そして冬の間収穫したい野菜のポイントです。えー、まず種まきとか定食する場合ですね、マルチを張って地面の温度を上げたいですね。ということで畑に植える場合は幅95センチの穴開きマルチを使うといいと思います。これはですね、穴と穴の間隔が15センチの間隔で5列にですね、 穴が開いているものですプランターの場合はですね、ビニール袋を切ってですね、土の上にビニール袋をかけて、そこに穴を開けて植え付けるという方法もあります。そして平均気温が15度より下回ってくるとですね、作物の成長が非常にゆっくりになりますので、トンネルをかけて保温してあげてください。ビニールトンネルですね。えー、このトンネルについてはですね、後半に詳しく説明していきます。それからですね、 まあ野菜の一種なんですけど、キノコ類、特にシイタケですね、これが非常に栽培が簡単です。栽培キットというものが、ホームセンターだとか、ネット、通販でですね、販売してますので、 え、ネットの場合は検索していただいてですね、買ってみてはいかがでしょうか。暗いところで、だいたい1ヶ月ぐらいで収穫が可能だと思います。で、これからのね、冬の季節、鍋にぴったりです。そして、部屋とか物置で育成が可能です。ちょっと暗くしないとダメなので、暗くする工夫をしてみてください。次にですね、冬越し野菜を作ろう。冬を越して、 年が明けてから収穫する野菜ですね。こういう野菜も作ったらいかがかなと思います。まず、エンドウ豆ですね。これの種まきを、できれば11月上旬に種まきしていきます。エンドウ豆の種類としては、スナップエンドウ、キヌサやグリーンピースなどがあります。特にグリーンピースは豆ご飯にすると非常に美味しいです。そして、取り立てスナップエンドウの茹でたての味も 抜群です。エンドウ豆にはツルアリタイプとツルナシタイプがありまして、私のおススめはツルアリタイプです。何がおススめかというと、たくさん収穫できます。ですが、 ネットを張る必要があって、このネットに絡んでいってですね、成長していきます。で、ネットを張って誘引していってください。畑というですね、場所がなかったり、あとプランターでもですね、簡単に育てたいということであれば、つるなしでも OK です。で、種まきの時期なんですけども、10月下旬に種まきしていなければ、11月初旬でも間に合います。私もまだ種をまいていないので、 11月になって種をまこうかなと考えています。あんまり早くね、巻きすぎるとですね、成長しすぎちゃうんですよね。冬の間、越冬しないという現象も起きてきますので、あんまり大きくしすぎない方がいいです。私の場合は、ポリポットに土を入れて、3粒ずつ種まきして、10センチぐらい育ててからですね、11月下旬に定食していきます。エンド豆の場合は、越冬して春を迎えることができれば、簡単に育てることができると思います。で、非常に寒くなる日があるとですね、 枯れてしまうということが分かったので、私の場合はですね、12月からビニールトンネルをかけて、えっとして、2月にトンネルを外すというような作業を行いますあ。ビニールトンネル、あるいはですね、これ不織布ですね。不織布またはビニールトンネルをかけて越冬、えっと、して、 2月にトンネルを外していきます。で、この様子はですね、以前動画にも収録してありますので、よかったら見てください。リンクは概要欄に記載しておきます。それから次にですね、ほうれん草、小松菜、こういう葉物野菜が非常に美味しくなります。で、種を選ぶときのポイントなんですが、体感品種を選んでください。パッケージのね、裏にね、書いてあったりしますので、体感品種がいいと思います。そして、冬から春、成長してきたら順次収穫します。発芽までは、 ををかけて発芽を促します次におすすめしたいのは、ナバナ野良ーナこれはですね、春暖かくなってきたら収穫します。つぼみをね、収穫しても美味しいです。これもですね、結構簡単に栽培できます。で、発芽までは、不織布をこれもかけておいてください。次に大根ですね。11月以降に巻く大根の種は、春大根の種を選んでください。どういうことかというとですね、大根はですね、春を感じると、 ト立ちしやすいです。ということで、品種改良がされた春大根というものがありますので、春大根の種を選んでください。種のパッケージの裏とかにですね、まあ表にも書いてあるんですが、巻き時が書いてあります。パッケージに春大根と書いてあればですね、もう間違いなく、ト立ちしにくい品種になります。で、大根ですので、畝を耕しておいてください。プランターの場合は、もうあの、石とかは入ってないので、大丈夫だと思います。大根もですね、 発芽までは不織布をかけて発芽を促してください。次、玉ねぎ苗の定食です。で、玉ねぎ苗はですね、私は自作してるんですけど、苗を作っていない方はですね、ホームセンターで購入してきてください。玉ねぎの育て方は、やはりビニールマルチを土の上に被せて育てていきます。すなわち15センチ間隔で穴が開いたマルチをした穴に1本ずつ定食していきます。玉ねぎの種類は、和生中手、 奥手の3種類があります。で、育てやすいのは中手だと思います。奥手というですね。あと、釣り玉ねぎとか私も育ててるんですけど、保存性が高い。 玉ねぎなんかもありますので、好きなものを選んで育てるといいかなと思います。収穫はゴールデンウィークの頃になってくると思います。えー、この早製、中手、奥手によってですね、収穫時期が異なってきます。私の経験を振り返るとですね、初心者の頃はですね、ちょっとハードルが高いので、慣れてきてからの方がいいかもわかんないですが、チャレンジしてみたい方はですね、ぜひ玉ねぎもね、 育ててみてはいかがでしょうか。次はですね、空豆の種まきですね。空豆は11月初旬から中旬にポリポットに一粒ずつ種まきしていきます。で、発芽して結構ね、これちょっと時間かかるんですけど、竹がですね、20センチぐらいになったら12月に定食します。さっきのね、エンドウ豆は2、3週間で竹が10センチぐらいにはなってくるんですけど、空豆はゆっくりしてます。で、定食するときにですね、成長点をカットしてしまってもいいです。カットしなくても大丈夫です。 成長点をカットすると、脇芽が出てきますので、その脇芽を育てるような感じになります。苗をあまり成長させてしまうと、冬越しに失敗してしまうかもわかんないので、この、種まきする時期がですね、非常に微妙なんですね。11月初旬から中旬っていうような感じだと思いますね。次ですが、春先ですね、アブラムシが間違いなくついてきます。これ、驚くほどついちゃうんですけど、特に成長点のところについてきます。そこからね、 多分アブラムシが好きな匂いが出てくると思うんですよね。非常にたくさんつきます。このアブラムシがつくので、アブラムシを取っていく作業が必要になってきます。ですので難易度はちょっと高いかなと思います。私もですね、いろいろ試したんですけど、私の場合は週末にしか畑に行かないので、この畑でですね、 この空豆を育てていると、アブラムシを取る機会が非常に、タイミングがですね、非常に少ないので、庭先のちっちゃなですね、花壇、ここで育てた方がね、成功確率は高いですね。なので、このアブラムシを取れるような状況で育てるようなことを考えていただけると、成功確率は高くなるかなと思います。冬越し野菜の体感対策を説明していきます。まず、やはりですね、日当たりの良い場所で、 育てていくということです。それから発芽して本葉が見えてくるまでは不織布をかけておくことですねあ。最後にプランターでもビニールをかぶせるなどすれば野菜は育ってくれると思います。あるいはですね、ホームセンターとかネット通販でミニハウスっていうのが売っているので、こういうものをですね、買ってその中で育てていくというのも OK です。11月になったらすでに 育てている野菜の収穫漏れがないようにしておきます。どういうことかというと、9月頃を種まきして成長している野菜があればですね、順次収穫していきます。例えば、大根、株、 ほうれん草、小松菜、白菜、キャベツ、ブロッコリー、レタスなどなど、あなたが育てている野菜は、取り遅れのないように、どんどん収穫して食べていってください。あと、ネギも順次収穫を開始していきます。で、ちなみにですね、私今年もですね、この猛暑で、えー、失敗しています。えー、少しだけは収穫できるんですけど、ネギは失敗しています。あなたはいかがでしょうか。で、あと、ニラ、分け木、 こういうものもですね、収穫をしていきます。あと、里芋もですね、収穫していってください。で、特にですね、里芋は霜に弱い野菜なので、霜に当たるとですね、溶けたりしますんで、まあ溶けるというか腐ったりしますので、収穫をしてください。収穫しない場合は、茎を切ってですね、葉っぱは捨てちゃって、 でその上に土を持っておいて保温対策をしてください私この対策をですね何年もやってますが大丈夫ですね中には溶けてしまう芋もありますけど8割方はこれで好きな時に掘り起こしてですね食べていってます特に正月とかですね里芋料理多くなるじゃないですかなので一気に収穫しちゃうとですね保存がやっぱりまた土掘り返してそんな風に埋めるとかいう作業が大変なので収穫しない場合はですね土を持ってですねかぶせて保温対策をすればいいかなと思います あと、サツマイモもですね、取り忘れがないようにですね、まだ収穫していないようであれば、大至急収穫してください。これも霜にやられるとですね、悪くなります。あと、生姜も一緒ですね。ここら辺の、コン根菜類というのは、収穫をちゃんとしといてください。そして、冬の間の害虫対策です。寒くなってきていますので、青虫は少なくなります。モンショウチョウとか、 シジミ町の幼虫ですね。青虫は少なくなります。とはいえ、防虫ネットはしといた方がよくて、えー、プランターの場合は洗濯ネットでも OK です。この洗濯ネットを使うやり方はですね、ちょっとまた動画作ろうかなと思ってます。えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと注意すべきはアブラムシです。で、先ほどの空豆なんかもそうなんですけど、防虫ネットをしていてもアブラムシって入ってくるんですよね。で、あとですね、 風通しが悪いと野菜についてきます。えー、特に白菜は油虫がつきやすいですね。あと大根なども葉っぱの裏にですね、よくついてることがありますので注意です。で、油虫の対策ですけど、少ない段階で手で潰していきます。牛乳使ったり、お酢をかけたりっていうのもあるんですけど、えー、やはりですね、もう潰して油虫をやっぱり死滅させるということがいいのかなと。 思います気持ち悪いという人はですね手袋をしてアブラムシを潰していけばですね抵抗感がないのではないでしょうかそしてですね葉っぱにですねフン黒いフンがあればですね8割方ヨトウムシの可能性があるのでこのヨトウムシはね非常に大きくなってですねどんどん葉っぱ食べていくので注意してくださいで葉っぱをくまなく探してあと 成長点の芯ですね。そこによくいるので、柔らかくて美味しいんでしょうね、えー。芯を見たり、あと株元のですね、土の中に潜っていることもあるので、そこをちょっと指でですね、ほじってみて、探してみてください。そして冬の間の寒さ対策です。先ほどから申し上げているように、 ビニールトンネルをかぶせていきます。種まきした野菜にかけます。種まきをした野菜なんですけど、不織布をかけたその上にトンネルをするなど工夫が必要です。で、11月初旬のまだ暖かい頃はトンネルは不要で、不織布だけでも構いません。 ただ、平均気温が15度以下になってきたら、ほうれん草とか小松菜などの葉物野菜はトンネルをしておいた方がいいかなと思います。あと私は玉ねぎの苗にもビニールトンネルをかぶせます。不織布だけでもいいのは、エンドウ豆とか空豆ですね。苗がまだちっちゃいので、ふわっとかけておくだけでいいと思います。そして最後にですね、春に向けた畝づくりを徐々に開始していってください。 私はまだ夏野菜が残っているので片付けていきます。トマト、茄子、ピーマンなどなどあります。そして雑草の成長もですね、止まってくるので、11月から2月まではですね、時間を見ては雑草を取って畑をきれいにしていきます。プランターの方はですね、特にここら辺はですね、関係ないですよね。そしてさらに時間があれば、畝を掘り起こして、落ち葉などの有機物を入れていって、 おいい。てくださいこれやるとですね土が良くなってきますはい最後まとめです11月から始めようあなたも家庭菜園マスターになれる6つのコツを公開6つとは何かというと1つ目冬の間収穫したい野菜は何ですか2つ目冬越し野菜を作ろう3つ目収穫漏れがないように4つ目害虫対策5つ目寒さ対策6つ目畝ね作り開始。この6つをですね解説いたしましたまだまだですねコツはあるんですけど 今日はこの6つのコツをね、簡単に紹介させていただきました。最後までご清聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画やポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。